ドライブモード、オートホールド入った状態で運転席のシートベルトを外します。そうすると電動パーキングブレーキが働きます。この状態でシートベルトを外します。電動パーキングブレーキが自動で働きます。どっかアラートの状態でも同様に働きます。ニュートラルでも働きます。パーキングの状態でシートベルトを外しても電動パーキングブレーキは働きません。分かりやすいのはこれでドライブモードにします。でシートベルトを外します。こういうふうにつきますね。電源オフしてます。電源ストップ、スタートボタンを、ストップしてみます。これでどうなるか。ETC 車載機にカードが残っています。お疲れ様でした。警告、 P レンジに入れてくださいという警告が出て、電動パーキングブレーキが自動で働きました。オートホールドは消えてますね。開始しますか、開始しますか。開始する場合はこれでこういうふうにしてください。お、やると外れるんだ。お、外れない。これは外れないですね。もう一度こういう状態だったらこれは外れるはずです。この時にはイリキリできますが、例えばもう一度やってみます。この D モードで、ETC カードを認証しました。エンジンを切ります。ETC 車載機にカードが残っています。オートホールドレンジ、これが入ってないと動作しないですね。もう一度やってみます。今度はオートホールドを入れてやってみます。この状態でオートホールド、それでエンジンを切ります。つきました。でオートホールド外れると、でこの時にパーキングにしてこれ保持してますね、ずっと。じゃあエンジン一回スタートして、これをちょっと保持してこないと気持ち悪いですね。リセットしないと気持ちが悪いです。でこういう状態でやっておきます。で寒冷地で停車している時は、こういうモードで停車していてくださいと。パーキングで電動パーキングブレーキは外しておいてくださいということですね。寒冷地では凍結防止のために電動パーキングブレーキは外しておきます。次にパーキングにすると電動パーキングブレーキが自動で働くという検証をします。この状態でパーキングにしても何も状態は変わりません。ただドライブの状態でオートホールドを入れておきます。それでパーキングするとパーキングがかかるということですね。これで電動パーキングブレーキが入りました。 R の状態でも同じだということなんで、 R から入ります。入りました。ホールドを外すとパーキングが入らないということですね。これで初めて入ると。アクセルペダルに足を乗せました。動きました。ブレーキを離しただけでは、状態は変わりませんが、ここでアクセルを踏むと電動パーキングブレーキが解除されます。坂道発進などの時に有効です。走行中にフットブレーキの故障など何らかの原因でどうしても電動パーキングブレーキを働かせたいときはパーキングブレーキを引き続けるとパーキングブレーキがかかるということです。ちょっと怖いんですがやってみますね。これはこの状態で走行中、うわー、かかった、かかりました。
急な坂道や立体駐車場に駐車するときなど電動ブレーキを2度続けて引くと最大になるということです。1度2度、これで電動ブレーキの保持力が最大になっているということのようです。オートブレーキホールドの状態で長い信号待ちなどのとき3分以上経つと電動パーキングブレーキが働くということです。さあこの状態でオートブレーキホールドが働いている状態で長時間オートブレーキホールドを保持して状態です。信号待ちしている状態です。3分経つと電動パーキングブレーキが働きます。働いた、働きました。おお、車も、電動パーキングブレーキ、パーキングブレーキが入った状態でガクンとなりましたね。この状態でオートブレーキホールドではなくて、パーキングブレーキが入りました。信号待ちなので3分以上停車していると電動パーキングブレーキが入ります。